これを着て妹革命をしませんか、お兄ちゃん。きっとお兄ちゃんも楽しんでくれると思うです、この映画。それにしてもシネコンっていい響きですよね。アキコ、おい。起きているね、アキコ。いいえ、寝ています。そういう努力をもっと他の面に回せないわけ？私の努力は全てお兄ちゃんに可愛がってもらうためのものですから。会長さんは冒険しすぎですよ。そのようにツッコミを入れても会長の思うつぼよ、姫のクージス。あれ、銀兵衛さん、どうして水着を着てないんですか？いいんだ、僕には必要のないものさ。諦めたらそこで試合終了ですよ。ちょっと待っててください。あ、さっきの水着より胸が大きく見える。こいつはどんな魔法を使ったんだ？リボンやフリルは胸にボリュームがあるように見せてくれるんですよ。ワイヤー入りのビキニを選ぶのもありですし、パッドも組み合わせればびっくりするぐらい胸を漏れちゃいます。すごいです、アキコ姉様。スタイルをよく見せるためにそこまで研究しているの。